眠くて、本当に生まれたての赤ちゃんかのようにぐずりそうになっておりました。本当になんかね、昨日寝るのに失敗して、今日朝が撮影で早かったんですけど、早く布団に入りすぎて逆に変な時間に目覚めてから、そこから寝れなくなっちゃって、そうずっと眠くてね、やっとマネージャーさんが某商品を買ってきてくれて、翼が今生えてるので めちゃくちゃ元気になりました もう一口目で「はっ」つって「翼が生えてきた」ってさっき言ってましたので、もう大丈夫ですね。イヤリング似合って素敵です。嬉しい、ありがとうございます。あきらさん、こんばんは。わっちゃんさん、やーやー。うちの地元は40度を記録しましたってなわけで、こんばんは。暑いな、40度。わあ、熱中症気をつけてくださいね。こんばんは。初見です。ビッグマさん、初見です。ありがとうございます。みんなこんばんは。今日何してました？今日は仕事か。今日平日だもんね。明日お休みですよ。皆さん何するんですか？ね。あ、僕も翼飲んでる人いますね 飲んでる人いる？こんばんは、こんばんは。ヨーグルトと混ぜるともっと翼入る。え、やったことない。美味しいのかな？それやったことないの。やってみよう。確かに、でもヨーグルトと混ぜたら私何でも翼生えそう みゆさん、こんばんは、こんばんは。あ、バスケ配信よかった。嬉しそうですよ、皆さん。バスケ配信の感想を聞かせてください。この間はね、やっぱり反省会配信、個人配信があの後なかったので、ちょっと今日そんな話もできたらいいなと思ってたんですけど、超楽しかったですね、バスケ対戦ね。べみほちゃんめっちゃ上手だったよ。予想以上にうまかったね。すっごい、だってあんなせると思わなかった。めちゃくちゃなんかあれだったよね。すごいいい勝負だった、ずっとね。久々にあんな楽しみました、バスケ。だってもう1対1なんて本当いつぶりだろう。ずっとやってないもんな、あんな1対1。本当に思い出せないぐらい何年も前だな。超楽しかった。定期的にぜひやってほしい 本当に楽しかった。でもやっぱ悔しかったんで、私負けちゃってねえ。いやー、やっぱね、敗因はフリースロー対決。あのフリースローは絶対に、まあ自分の中では外してないと思ってるんですけど 外してないと思ってるんですけど、集中力が完全に切れた時がありましたね。そこと、あとは1対1だね。1対1のそうだな、1対1でもうちょっと外から打てばよかったな。中まで攻めてっていうのでにこだわりすぎて、ちょっとね、悔しかったな、悔しかったな。明日は「ヒルナンデス」見るよ。あ、嬉しい、見てください。ちょっと後でまたお知らせするんですけど、11時55分からね、着回しカラーコーデバトルっていう企画コーナーに出ますので、ぜひ見てください。いろいろ勉強しなきゃいけないことが、何が何が？勉強。怖いクイズ配信って何？ああ、この間のやつかな。ビミホちゃんの前のやつだよね、多分。意味がわかるとみたいな。あれ意外と恒例になってて面白い、楽しいですよね。コメントのハットトリック目指します。ハットトリックね。あ、ゴーイング見てくれてる うん。確かに確かに、バスケ対決スタミナね、課題な気がした。そうだそうだ、そこだ、敗因。やっぱり年かな、24歳だからね。ベミホちゃんまだ22歳、22歳だっけ、22歳、1?4?3? あ、あんま変わんないじゃん あんま変わんないじゃん。あ、でも今年25だから、だから25だから2個違うとして、スタミナだな。そうですね、これちょっとこれからはもう持久走とか走ってからやります あ、バスケ配信時々見たいくらい楽しかった。あ、嬉しい、ありがとうございます。
ガード対センター、あ、そうそうそう、それですよ。そう、もう忘れちゃいけない皆さん、まずそこをセンターです。私はもうベミホちゃんはゴリゴリのガード、ドリブルをついてもう1対1のもう猛者みたいな感じじゃないですか。そうですよめっちゃこんなこと今更言うの超かっこ悪いかっこ悪いけど、でも私センターだったんですよ。お前はドリブルをつくなと言われて育ったので、ちょっとそこはみんな配慮してほしかったな、配慮してほしかったみんなそこは多めに見てほしい。そうそうそうなんですよ。1対1以外になんかないかな。今度ゴール下のシュート対決とかでお願いします見応えないね超簡単台風、あね、台風来てますね。台風ね、いや台風1個だっけ、2個ぐらいなんか近づいてた。台風な、気をつけてくださいね皆さん。2個スタローさん、次は2対2、あそれやりたい、次2対2やりたいですね。2対2のが多分ね勝てる気がする、私。うん、あ2対2やりたい。うわ、じゃあうち今度ベミホちゃん、私、あと2人誰か集めてやりたいな。私のなんか普通に高校時代の友達とかでベミホちゃんも高校時代の友達とか連れてきてもらって4人でやりたい。楽しかったな。まあ当たり控えめだったし、まあねそこはね危ないからうん、あ、ななみさんの選手写真が本当に綺麗でした。あ、やってた時の写真かな、あのガリガリじゃないわ、ゴリゴリのあの写真すごいよねあれ。結構私自分だとなんかもう顔がさもう本気すぎて結構恥ずかしかったけど、そう言ってもらえると嬉しいあ、キリンの田村さんね、すごい田村さんも詳しいですもんね。しかもすごいやってますもんね。あ、やりたいな一緒に。あ、ありがとうございます、エビプレアさん。キラキラ光るお空のお塩はい、ありがとうございます。なんだなんだ、どこだどこだ、ちょっとどこから読んだか分かんなくなっちゃった。あ、この間広瀬すずがフリースロー3連続で決めてたから負けられないね。そうですね、確かに負けられないね。頑張ります。フリースローでも地道に練習してんだ。結構ねフリースローは練習してます。うん、24歳で歳とか言わないでって言われてるあ、24歳だけどまだ元気ですよ。そう、元気だけどやっぱりね101とかになるとそのもう2歳の差ってやっぱ大きいんですおじさんから見たら怪我しなくて何より優しい。そうね、2人ともめっちゃ負けず嫌いでしたねそうね、センターだからパワープレイで押し切れたと思うね。えもうちょっとでもさ、センターってやっぱこう押し込んだりするからちょっと危ないよね、押し込めは。怪我させちゃうから、そのなんだろう、絶妙な距離感を保ちつつみたいな、そこが難しいなって思った。バスケ部の時なんてもうすごかったもん、1週間に2回3回ぐらいはもうなんかあのなんだろう、あの口の中を切るのね、センターって。センターってってか私だけなのかな、分かんないけど、1週間にほんと 2,3 回切るの、口の中を。なんか治癒がね間に合わないのだからそう、治る前にまた怪我してみたいんで、ひたすらなんかいつもどっか口の中切れてた。そう、唇とかね、喧嘩してきたんかみたいな感じでいつもなってましたね。そう、センターは本当にね当たりだから。あ、小室亜美ちゃんとか巻き込んでチーム戦ね。亜美ちゃんもそうそう、亜美ちゃんも中学時代やってて、たまに、まあ、最近一緒にやってないけど、そう、たまにバスケ一緒に行ってたりしてたから、そう、あ、いいな、来てほしい。キャンキャンルームだもん、キャンキャンだし、来てほしいな亜美ちゃん、絶対楽しいわ。でも亜美ちゃん面白いよ、あーって言いながらいつも乗り返してるめっちゃ面白い、めっちゃ面白い亜美ちゃん、あー言いながら意外とシュート入んだよ
そう、かわいい。なんかさ、あみちゃんっていつもサバサバしてるじゃん。だからなんか新鮮でかわいいと思う。やーってずっと言って。まっくんさん、こんばんは。こんばんは。あ、乃木坂さんがバスケ企画やりたいって言ってたな。おいで、そうなんですか。呼んでいただけませんかね。 呼んでいただけませんかね。ね。 その次は11対11。多すぎだよ、11対11って。バスケ普通がもう5対5なのよ。11対11はもうわけわからん。もうすぐワールドカップ、そうですよ、もうすぐワールドカップですよ、みんな。8月25日ドイツ戦、みんな応援してくださいね。日テレ中継あるので見てください。私も取材に行きます。いや、本当にどうなるかな、もうやばいよ。この1年間、私は本当にワールドカップのために生きていたと言っても過言ではないぐらい、もう全力で押してきたので、本当にやばいです。もう本当にやばい。大丈夫かな。もう絶対、もう勝っても負けても号泣する気がする。勝っても負けても号泣しちゃう気がする。やっぱ選手ともう1対1とかで話していろんな熱い思いとかを聞いてるから、やっぱりなんかもうね、もう思うものっていうか、その背景っていうか、なんかそういう一人一人のあれを聞いてると、やっぱり見方がね変わってくるので、余計感情移入しちゃいそうだな。そう、B リーグとかもめっちゃ泣いたもんな、ファイナル。あ、バスケの練習の途中でガードとセンターに分かれるよね。あ、あったあった、懐かしい、それね。ゴール下の押し合いの練習したりとか、ガードはね、ワンオンワンやったりとかしてたな。飛び込みリバウンドとかね。ステファニーとマウリ呼んで2対2でいいじゃん。やばいってそれ。 そう、豪華すぎますよ。来てくれる。 来ていただきたいけど、そうですね。だから一人ずつこう、いい具合に組んで。いやー、そんな夢みたいな、やりたいですね。めちゃくちゃやりたいな。すごい贅沢な2対2。 顔面キャッチめっちゃしたよ、バスケでしょ。もう超顔面キャッチしましたよ、ボール。でもその、随時血の味を楽しめる。 いやいや、楽しみたくない。 顔面キャッチはしないけど、あれなんですよ、センターってもう肘とかでめっちゃこうやってやるから、それで普通に切れちゃったりするし、リバウンドもやっぱこう取って、こうやってやるじゃないですか。だからもうこれにもうボカーって殴られたりとかもするし、そう、もうね、本当に全部あざだらけで口も切れちゃうみたいな、そんな感じでした。あ、バスケ知識ない人でも楽しめて見れた配信だったと思います。すごい嬉しい、それは。ありがとうございます。それは本望なので、それがね、目的みたいな感じもあったので嬉しいな。マウスピースした方がいいね。確かにマウスピースした方がいいね。俺はセンターだけど口切ったことない。多分相手が切ってたんだろうな。怪我、こっちタイプね。こっち、傷を負わせるタイプですね。でも私も割と負ってたし、負わせちゃってたな。そう。アメちゃん叫ぶの見たい。ね、見たいね。11対11って楽じゃない。一人サボっててもバレない。バレないけどさ、人多すぎて多分もう多分あれ。やっぱバスケってスペース、空いてるスペースが大事だから、11人もいたら多分もう、やることないっていうか、もう他の人とこう、仲間同士でなんか当たっちゃって、ぶつかったりとかして、なんかもう、うわー、みんなどいてーってなると思う。多分。ね、逆にどんなもんかやりたいけど。あ、そうなんだ。今の乃木坂さんは元バスケ部が多いんだ。ベミホともバスケ対決お疲れ様でした。楽しかった。ありがとうございます、クリリンさん。名前を呼ぼう、みんなの。今呼んでなかったね。ワールドカップ勝ち星欲しいね。レッピさん欲しいですね、本当に。本当に勝ってほしいです。もう全力で応援します。カワムーさん、次は
女7、男3で対決しましょう。女7、逆に多すぎて不利なのかも。いやでもディフェンスでめちゃくちゃこうダブルチームどころかトリプルチームぐらいいけるね、7人もいたら。なんかでもそのちょっと変則バスケみたいなのも楽しそうですね。面白そう。ちょっといつもと違うルールでみたいな。うん、え、応援アンバサダー。バスケは今 Going のね、バスケットボールサポーターっていうのをやっております。あれはこの前の配信でも感情移入したよ。あ、嬉しい。感情移入しました。あんな、だってすっごかったですよ、2人とも。最後もう汗だく超汗だくで、あんなタオルこんなぶら下げて最後エンディングって異例ですよ、なかなかない。でも楽しかったな。そう、すごい楽しかった。顔面キャッチキャプテン翼の石崎を思い出す。キャプテン翼、私ねちょっとしか見たことなくてわかんない。そう、センターのバスケも格闘技なんですよ、本当に。そう、あ、ひじゴリラってあだ名だったっけ。そうそう、レッピーさん、ひじゴリラか、ひじドリル、そう、どっちだっけ。そうでしたね、完全に。なんか私ひじが鋭いみたいで、そう、すごい、あのチームメイトからめっちゃ練習の時嫌がられてたんですけど。そう、めっちゃ嫌がられてたんですけど、うん、でもなんかその試合になるとみんな肘ドリルかましてこいって私に言って、そう、肘ドリル、そう、肘ドリルとメスゴリラじゃない、両方あった。そう、結構ね、プレーが本当に多分超ね、めっちゃスライディングとかしまくってたから、もういつも膝とかすりむいてたんだけど、そう、それくらい結構ゴリゴリのプレイスタイルでしたね。とりあえずもう当たりみたいな感じだったかな。ヤッシーさん、こんばんは。深みどりさん、こんばんは。センターの練習はそういえばガードほど走ってないような感じがするね。そんなことないですよ、もこあまるで雪の結晶さん、本当に。なんかそのね、走るとかそういう辛さとはまた別のかもしれない。センターだけの練習は飛ぶんですよ、とにかくリバウンドとかで飛ぶ上に、このなんていうの、こっちの体幹のこの力も使うみたいなんで、なんか意外と全部使いますよ、その持久、しかも繰り返し一生やるんで、疲れててもなんかもう持久力とこのなんていうの、この体幹って普通になんか 筋トレ的な要素っていうのかな、でも全部使う、めちゃくちゃ辛い。あと精神力かな、やっぱ。そうそうなんですよ。そう、でもね、基本走る練習はみんなでやってたから、そうかな。ダッシュ、コートダッシュきつかったな、めちゃくちゃ超きつかった。うん、マジで。わ、大好き、ありがとうございます、嬉しい。バスケットゴールの高さは男女とも変わらないんですか。男女とも変わりません、ゴールの高さは。なんかあのミニバスっていうのかな、小学生までではないのか、ミニバスっていう、なんかその普通の中学生のバスケになる前の子たちのやつがあるんですけど、それは低い、ちょっと低くて、普通のバスケはもう男女一緒ですね、ゴールでも。ただボールの大きさが違くて、そう、男子は7号でちょっと大きいんですよ、ボールが。で、女子は6号だからちっちゃくて、そう、だから社会人になってやると大体その男性に混ざってやることが多いので、7号ボールでやるのが最初はすごい大変でしたね。そう、届かない、やっぱ重さがちょっと結構変わるんで7号って。だから全然届かなくて、スリーポイントとかはもう7号は入らないです。うん、そう、肘ドリルですね。俺はあれだけワンオンワンしたら3本目ぐらいから走れなくなるからすごいよ。フォローしてくれありがとうございます。そうね、結構めっちゃ息上がってたよね。そう、肘ドリルします。ジンジン、俺もセンターだからガードの練習、あ、センターだったんですね。
センター、でもそうだよね、お互いの練習見てる余裕ないよね正直。あ、行列見てくれたレッピーさんありがとうございます。行列のスイライ丼すごく美味しそうだった。すごい美味しかったです、行列のスイライ丼。みんな見てくれましたか？超美味しかった。そう、なんかね、本当あのタレ、そう、まあ、もちろん具も美味しいんですけど、タレがねめちゃくちゃ美味しくて、あれなんか持って帰りたい、持って帰って卵かけご飯とかに自分でかけたいぐらいめちゃくちゃ美味しかったですね。そう、すっごい美味しかった。あとは映ってなかったけど、店主の方がめちゃくちゃいい人で、そう、すごい、うん、ぜひ行ってほしい。みんなすごい、なんか帰って来たくなるお店でした。じゃあ、あとあのチャンピオン選ばれてたあんかけ焼きそばもめちゃくちゃ美味しかった。でも全部美味しかったな、全部美味しかった。うん、チェッチェッチェンチェッチェッチェン。あ、行列見ました、美味しそうだった、美味しかった。スイライ丼食べてみたい。そうそう、食べてみたい、食べてみたいですよね。タレは企業秘密なんですよ。そうなんですよ。そう、あの一応ね、何入ってるんですかとか聞くんですけど、やっぱ企業秘密で中身は教えてもらえなくて、そう、めちゃくちゃ気になるんですけど。はい、じゃあちょっとあれかな、お絵かきしようかな。お絵かきします。何描こう。でね、今日はあの、あることが発覚したんですよ。私は今まで多分あの油性のペンで描いてたから絵心がなくて、クレヨンで描いたらなんかいい感じに描けるっていうことが発覚したので、ちょっと今日はクレヨンで描きたいと思います。じゃじゃーん、クレヨン何色で描こうかな。青にしようかな。よいしょ、画伯来たー。画伯マー君さん、かわいい、ありがとうございます。夏っぽいので、じゃあ青にしよう、夏っぽいから。クレヨンで描いてくれよん、クレヨンで描いていくよん。クレヨンしんちゃん、ぼーちゃん、ぼーぼーちゃんじゃないよ。ちょっと調子悪いかな今日のぼーちゃん。花火、え、何描こうかな。あ、じゃあ私がこの夏したいこととかにしようかな。今日食べ物じゃなくて、何したいかなこの夏。うーん、悩むな。この夏したいことか、むずいなってね、むずいね、自分で言ってむずいな。食べたいもの、お題何がいいですか皆さん、お題ください。どうも僕です、くるっと待って、チアさん、こんばんは、こんばんは。海水浴って、海水浴ってもう今まだ書いてないよ。食べ物よりは分かるかも、確かに食べ物より分かりそうね。2 on 2 やりたいが、かき氷、あ、かき氷いいな。とりあえず明日香川に遊びに行きます。どういう、いきなり楽しんでください。海外旅行に行くなら、あ、いいかもそれ。じゃあ海外旅行どこに行きたいか格好でみんな当ててください。あ、早い、あと5分だって、どうしよう。じゃあちょっとパーって書きますね。車で、あ、いいね、青だから車で田舎の空を見に行ったの波、行きたい、いいな。じゃ、海外旅行に行くなら今どこに行きたいか。よし、海外旅行ね、どこに行きたいか、これはもうその印象がすごいあると思うんで、あ、すごいあれだな、すごい結構これ書くの大変なやつかも。黙ります。みんな喋っててください。うーん、よし、ちっちっち、
いい感じな気するよ。よし、できた。できました。よし、マーライオンかな。よし、じゃあできました。いきます、せーの、じゃーん。どこでしょうどこでしょう、わかりますか。国あ、夕飯お豆腐いいな。おお、もうもう、ちょっと待ってね、じゃあイメージ。おー、めっちゃオランダ。ハウステンボス、日本じゃない。あれ全然正解ない。なんでオランダっていうの、みんなオランダなの。イタリアのピザのシャトーが、ガリキで、やばい、全然読めない全然読めない、やばい。チューリップじゃない花、きた。確かにいつもチューリップだね、私書くの。はい、どこでしょう。あ、そんな感じ。フランダースの犬がいそうな感じ。ピサ？ピサじゃないね。風車が、あ、風車ってオランダなんだ、知らなかった。あー、惜しい惜しい。おー、じゃあ、あと10秒で締め切ります。いいですか、みんな。いきますよ、10 9 8 7 6 5 4、和歌山、3 2 1、ピー、タイムアウトです。タイムオーバーか、タイムアウトじゃないわ、タイムオーバーです。タイムアウトは、タイムアウトじゃないわ、タイムアウト取っちゃった。はい、締め切りました。皆さん、正解者なんと1名おります。1名おりますよ。正解はこちら、あれです、こちら。はい、正解こちらでございます。スイス、スイスに行きたいんですよ、ずっと。愛の不時着見てからずっとスイス行きたくて。で、ちなみにやっぱなんかスイスって、あの優雅な草むらとお花と、なんかちっちゃい小屋があってみたいなイメージだったんで、それ書いて、そうでね、あの風車なんですけど、じゃちょっと国旗を意識しつつ若干国旗を意識しつつ、え、こんなんだよね、スイスの国旗って、なんかこう、ちょっとね、意識しつつ、でやっぱね、優雅にワンちゃんとかがいるイメージだったので、スイスでございます。ということで、あおちゃん、あやめ、ひなたん、はんちゃんさん、正解です。2個、おめでとうございます。はい、1名でしたね。はい、和歌山とか言ってんの、めっちゃ和歌山じゃないよ。あ、和歌山のあれだね、ポルトヨーロッパみたいなとこね、あるよね、みたい。オーストラリアも多いね、フィンランド、ノルウェー、アイスランド。作戦タイムか、犬必須。犬はちょっとイメージ向上のために書いた。当たった。あ、野菜の乙女座さんも当たりました。じゃあ2個、おめでとうございます。あ、そっか、確かにスイスだったら山描かないと。確かにな、山あるか、スイス。あ、アルプス山脈か。うわ、確かに右上のバスケットボールみたいなやつ、違うよ、これ水車、水車です、これは。バスケットボールじゃないよ違います、観覧車でもないです。スイスは十字、そうですよね、十字ですよね。すごい当たった。牛の方が多そう牛の方が多そう。はい、皆さん惜しかったです。はい、じゃあそろそろね、あ、じゃあちょっとお知らせをして終わりた、あ、やっちまった、よいしょ、お知らせをして終わりたいと思います。みんなありがとうございます。いや、和歌山ディスってないよ、和歌山ディスってないですよ。
ななみんかわいい、唐突に嬉しい。はい、換気扇じゃないよ、右上。はい、じゃあじゃじゃーん、見てください、クレヨンで描くといい感じっていうのはこれで気づいたんですけど、ちょっと描いてみました、お知らせ。じゃーん、いい感じじゃないですかね。ほら、クジラとスイカ、クジラ褒められた、さっき。はい、ということでこれちょっと反転してんのかな、みんな頑張って読んでください。はい、まずはですね、明日金曜日11時55分お昼ですね、ヒルナンデスに出演します。ヒルナンデスの気回しカラーコーデバトルっていうコーナーに出演するので、ぜひ見てくださいね。クレヨンだと優しい感じするね、確かに。あ、反転してない、よかった。はい、じゃあまずね、ヒルナンデス明日見てください。そして、あ、お休みなのでね、きっと明日。はい、そして明日今週の日曜日13日の16時55分からサンデープッシュスポーツというあの番組に出演させていただきます。今回もバスケの、あのことについてもうたくさん話してきました。ぜひ見てください。はい、ちょっとプッシュがあの小文字になっちゃったけど、本当は大文字です、許してください。はい、あ、そう、テスト出ます、ここルピーさん。テスト出るのでちゃんと見てくださいね。はい、で、そうですね、あ、Going はって言われた、確かに Going 書いてない、もう Going 当たり前の告知になっちゃった。 Going ね、土曜日 Going、 日曜日の前に Going ですよ。よいしょ。書く。12日土曜日 Going、Going 23時55分、はいはい、 Going 12日土曜日 Going、 あのスポーツ&ニュース省略で23時55分から、はい、そちらも見てくださいね皆さん。でサンデープッシュスポーツが日曜日16時55分、みんなほらスクショしてね。はい、そして18日なんです、次のキャンキャンルームが。そう、いつも木曜日なんですけど、今回はちょっといろいろあのお仕事の都合などがございまして金曜日になりますので、みんなお間違えなく見てくださいね。18日金曜日の20時からキャンキャンルームやります。全部見てねということで、はい、ぜひ見てください。あ、サンデープッシュも日テレです、全部日テレです。はい、ヒルナンデスも日テレ、サンデープッシュスポーツもゴーイングも日テレです。キャンキャンルームはショールーム、はい、皆さん見てください、お願いします。はい、ゲストはまだちょっとね、秘密だよね、まだ出てないからね、ゲストはまだ秘密です、お楽しみにしていてください。了解っす、ありがとうございます皆さん。あ、金曜日の方が都合いい、あ、嬉しい、本当よかった。じゃあ皆さんありがとうございました。最後にですね、ランキングを発表して終わりたいと思います。似てるの看板娘、看板娘、嬉しい嬉しい。じゃあ、はい、まずは5位からですね。5位エビフレアさん、ありがとうございます。そして4位、 For You、 今度はベミホから勝利だね、ね、勝利だね、ありがとうございます。はい、そして3位、831の、や、あ、831の乙女座、野菜の乙女座さん、ななみちゃんってなってる、ありがとうありがとう、私も乙女座ですってやってたっけこの間前もそうだったっけ、ちなみに私も乙女座、乙女座です。はいはい、ありがとうございます。そして2位、金なし千太郎さん、お金あげる、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとやばやばいね、喋れてない。そして1位、レッドヘリング、レッピーさん、ありがとうございます。レッピー、皆さんありがとうございます、ありがとうございました。はい、あ、やってた、あ、よかった、私も乙女座です。はい、皆さんありがとうありがとうございました。ぜひね、18日の金曜日のキャンキャンルームも見てください。他のね、番組も昼、明日昼なんです、そして土曜日ゴーイング、そして日曜日サンデープッシュスポーツとあるので、インスタでもまたね、お知らせしてないのはお知らせするので、ぜひそちらも見てください。
はい、あ、1ヶ月後誕生日覚えてくれてんの嬉しい、ありがとうございます。そうね、今日10日だもんね。わー早いね、変な感じ。わー嬉しい、ありがとうございます。25歳になっちゃう。はい、25歳までちょっと駆け抜けたいと思います。頑張ります。明日忘れないんですヒルナンデスにかけてねありがとうございます、嬉しいんです。皆さん見てくださいなんですはい、では終わりたいと思います。今日も皆さん見てくれてありがとうございました。明日お休みの方はゆっくり休んでください。はい、ではまた、また今度またね、またね、ありがとうございます。バイバーイ。